皆さんこんにちは。いつものお茶でも酒を動画を提供する毎度おなじみ雄大コープ代表取締役社長のミイライレと申します。皆さんもお久しぶりでございます。前は確か N700S の乗車レポの動画を流したと思うんですけれども、まあ、それ以来の動画だと思うんですけれどもですね、まあ、今日はいつもですね時事系ニュースを喋りたいと思います。よろしくお願いいたします。ですね、今4月に入りましてですね、いろいろ日本となんか世の中動いてると思うんですけれどもですね、なんか今新型コロナウイルスをですね、なんかで影響でですね、国内のですね、その観光需要を取り戻すためですね、 GoTo キャンペーンと開かれると思うんですね。やっぱりはい、 GoTo キャンペーンで、これ何かと言いますとですね、日本国内、例えば北海道とか関西、九州、沖縄とかもですね、そこに入れてですね、行く人にとか宿泊料ですね、ホテル代と飛行機代、新幹線代とセットにしたその旅行ツアーをですね、その政府がなんか半分なんか補助してくれるっていうやつがあるんですね、やっぱり。はい、例えばその、まあ、ある九州に行くツアーで2枚のツアーがあるとして、その半分を確か政府がなんか補助してくれるやつなんですね。なんか補助してくれ、プラスなんか何パーセントはクーポンでなんか商品券がつくのかな、確か。これもちょっと少しはよくわかんないんですけれども、それがあるんですね。これからそれをやるということでですね、なんか活躍をしたわけでございます。活躍っていうか、その、まあ、やろうという企画をやってるわけでございますけれどもですね、それがまあ、今年の7月の22日からやるらしいんですね、やっぱり。GoTo キャンペーン。はい。で、まあ僕はその GoTo キャンペーンはですね、僕も使いたいは使おうと思うんですけれどもですね、今なんか今新型コロナウイルスですね、それがその GoTo キャンペーンによってですね、なんかそのコロナが金額がばらまかれるんじゃないかっていう、なんかそういう違いが今あるんですね、やっぱり。はい。まあちょっと実はそれを考えてちょっと述べたいと思います。はい。まあGoTo キャンペーンなんですけれどもですね、僕個人といたしましては、まあ、やんないよりはやった方がいいんじゃないかと僕は思うんですよ、やっぱり。はい。これは的確な理由があるんですよ、やっぱり。まず何かと言いますと、確かコロナウイルスは2月から多分蔓延したと思うんですけどですね、4月、5月とか、例えばゴールデンウィークとかで旅行とか全くしなかったじゃないですか。で、プラスの観光業とかも本当壊滅状態で、例えばいろんな観光地とかのお土産とかも全くなんか観光地が来なくなったせいで、その売り上げがかなり落ちてしまったっていう現象が発生しましたわけでございます、やっぱり。で、落ちてしまいまして、打撃を受けましてですね、まあ、今その4月頃になんか緊急事態宣言出されたのかな、やっぱり、全国に。それ出されまして、その5月の25日ぐらいなんか一旦解除されたんですけれども、ね。解除されまして、その後なんか徐々になんか緩和されていって、6月19日あたりかなんか県をまたいでの移動の自粛がまあ解除されたわけでございますよ。はい。で、その後になんかそのコロナのなんか感染者数がなんかまたぐーんとなんか上がってしまいまして、なんかこの前なんか特許の方が東京とか243人とかっていうとんでもない数字を出したわけでございますよ、やっぱり。まあ、それは本当に僕から見れば残念なわけでございますよ。で、なんですけれども、これ以上なんかの経済をなんか止めるのはちょっと僕はいたためなんかダメじゃないかと僕は思ってるわけでございます、やっぱり。で、まあもちろんコロナウイルスって誰もかかりたくないじゃないですか。あれ結構かかるとなんか無症状とかもあって、なんか発熱が出たりとか、そっちとかでなんか味覚がなくなってしまうとか症状も出るわけでございます、やっぱり。なのでですね、GoTo キャンペーンは最低限はやった方がいいんだと僕は思います、やっぱり。まあ、結構その県、他の田舎の人が来ないで、東京の人は来ないでくれって言ってるんですけれどもですね、まあ、これはちょっと GoTo キャンペーンとはちょっと離れてしまうんですけれどもですね、県をまたいでの移動を自粛って、なんか、自粛をするように、なんか今言ってるじゃないですか、なんか。なんですけれども、今更なんかなんか言ってもなんかあんまり効果がないような気がするんですよ。僕反対っていう以前にも、なんか、
やるのはいいんですけれども効果がないと僕は思ってるんですよ。やっぱりその剣の移動どうしてかっていうと、まあ、もちろんその剣をその移動って例えばそのビジネスとか観光以外のビジネスとか商用目的移動する人いるじゃないですか。やっぱりその出張とかで、ね、それがなくなそれをやっちゃいけないっていうことにつながるじゃないですか。それをですねやっちゃいけないっていうのはですねさすがにこれはちょっとあのいろいろその経済にも多大な今後その影響出ると思うんですよ、まあ、今も影響を受けてるんですけれども会社が潰れたりとか収益が業績が落ちたりする会社もあると思うんですけれどもですね少なくとも感染予防をしてですねあのしてですねそのやった方があの GoTo キャンペーンやった方がいいと僕は思うんですよ。やっぱりこれからも日本に動かさないとお金とかもやっぱりあの例えばその例えばそのいい例がブラジルなんですよ。やっぱりブラジルのあのブロトナーでしたっけ、あの人もなんかあの経済動かしましょうとかって言ってたんですけれども、まあ結局なんかそのなんか、まあ、本人もコロナにかかってしまったらしいんですよね。やっぱりで、まあ、これは本当にですね難しいと思うんですよ。やっぱりなのでですねあのまずはそのコロナの、まあ、どうな感染対策をするのが大事だと僕は思ってるんですよ。やっぱりその中ではそのマスクをしないっていうマスクをしたしてないやつもいるんですけれども、まあ、僕は今ちょっとマスクはちょっと今人が全くいない状態ですからそのまあマスクしてないんですけれども、まあ最低限人がいるところはやっぱマスクはした方が僕はいいと思います。やっぱり最低限まあ誰もいないんだったら外してもいいんですけれども、まあ、あとはですねまあ観光地に行ったらですねなるべくその人がいるところはマスクをするプラス感染予防をしながら移動するのが僕はいいんじゃないかと僕は思ってるんですよ。やっぱりあの例えばちょっと今ちょっと例を出すんですけれどもですねあの今ちょっとたまたまちょっと買い物しましてですねあの消毒液を買ったんですよ。消毒液これですよ。消毒液ちょっとあのこれはちょっとあの普通手につけるやつなんですけれどもですねこれをですねあのこうつけるとですねまあこれ手をなんかそう清められるやつでもあるんですけれどもですね、まあ、あとはですねあのいろいろそのこれってクレベリンですね。クレベリンこれはっていう例えばこれをなんかあのポケットから入れるとですねあのなんかあの菌を寄りつかないっていうのがあるんですよ、まあ、自分のその感染予防について少しまあどのくらい効果あるか分かんないんですけど、まあ、あるよりないよりはなった方が僕はいいと思うんですよ。やっぱり、まあ、これをですね、まあ、旅行とかに持っていくのは絶対いいと思うんですよ。やっぱりであのまあ多分まあ、これは無理だと思うんですけどですねコロナ の, その国内旅行をする人はですねあの試験的にいいのはそのコロナ の, その安全対策あの何安全対策 の, その検査をした方が僕はいいと思うんですよ。やっぱりまあそこまで、まあ、無理だと思うんです。例えばその消毒液を持っていますかとかっていう何かの荷物 の, なんかあの空港の保安検査じゃないんですけれどもそれ持っていますかっていう何かその何かやった僕はそのやった方がなんかいいんじゃないかっていう、まあ、ちょっと仮のなんかその、まあ、案なんですけれどもですねその少しマスクはしてますかマスク何枚持ってますかっていうのをですねやった方がですねなんかそれ自分化っていうのがしたらいいと思うんですよ。やっぱり今そこまでその GoTo キャンペーンを推し進めでしたですよその感染予防をするんでしたですよその例えばせめてもあの旅行移動中はマスクをするプラス例えばその消毒液を持つあとはそのまあ、あとはそのクレベリンをなんか持つことを自慢で、まあ、義務化するとかをですねやっぱした方が、まあ、GoTo キャンペーンも進めるしあのその他の田舎の地域でもそのコロナの地域でばらまくっていう心配もです、ねまあ、ゼロじゃないんですけれどもですね防げるんじゃないかと僕は思ってるわけでございます。やっぱり、まあ、なのでですね、まあ、GoTo キャンペーンはですね、まあ、個人的には僕はやった方がいいと僕はいいと思ってます。やっぱりまあお金を出して経済動かしましょう。お金持ちだったら経済動かしましょうっていうことですね。僕はやった方が僕はまだいいと思うんです。まあこれ以上なんかその自粛をなんか何もしないでやるとですね、まあはっきり言ってその経済も回らないし、経済で死ぬことはコロナで死ぬことと僕は変わらないと僕は思ってるってございます。これ以上やるとですよ、やっぱり。まあ、もちろんコロナに抱えたくはないです。僕もってそうですよ。他誰だってコロナに抱えたくないですよね、多分。けど経済をコロナ自粛することによってですよ、それも関連死として僕は捉えるけど僕は思ってるわけでございますよ。やっぱり
なのでですね、あの GoTo キャンペーンはおすすめながらなんですけど、絶対の感染予防対策はしっかりする、まあ、西村の経済担当大臣の同じことを言うかも被るかもしれないんですけれども、まあ、あの方も結構なんか推し進めてるそうなんですけれどもですね、あの、まあ、個人的には、まあ、GoTo キャンペーンはやった方がいいと思います、やっぱり。あと、あのこれから7月22日に以降に多分いろいろ国内旅行、北海道とか中州沖縄行く人もいらっしゃると思うんですけどですね、皆さんこのマスクをしてですね、やっぱやっぱアルコールは絶対持っていきましょう、やっぱり。あとはですね、なんだ、あとはなるべくその人混みにはなるべく行かないようにはしますよ、やっぱり。まあ、僕も気をって、まあ、僕も旅行すると思うんですけどもですね、あの気をつけましょう、やっぱり。そのまあある程度その、あとは、ね、無駄にちょっとホテルからの出ないようにしましょう、やっぱり。あのまあ出るとしても、あの近くの、まあ、海とか行くなり、その人混みを避けたりとかする居酒屋とかもなるべく、まあ、蚊の中に行かないようにしましょう、やっぱり。そうすれば少しは感染予防には減るんじゃないかと僕は思ってます、やっぱり。あとはこまめにうがいをしましょう、うがいをしてですね、手洗いもしましょう、やっぱり。そうすればさ、少しはなんか防げることもできますし、 GoTo キャンペーンもそのキャンペーンもですね、あの速やかに進めることもできますし、そのお金も流れもですね、流れもよくなるし、その観光地も少し潤うんじゃないかと僕は思ってます、やっぱり。まあそんな感じでございます。はい、雄大コープの雄大でした。ご視聴誠にありがとうございました。はい。